ございます。泊まりだったんだけど、サービスだって。久しぶりにバナナ人からもらって嬉しい。かわいい。金秀さんでした。これは正則校の独り言なんだけど、明日普通にお仕事で東京帰らなきゃいけないの。でもせっかく名古屋に来たのにピューンって車で帰ったらもったいないなと思ってて、歩きか自転車で楽しみながら帰りたいなって思って調べたのね。そしたら歩くと3日と6時間かかるらしくて、ちょっとスケジュール的に無理があるなって。で、横にねメガドンキを発見したの。だから自転車が1万円以下で売ってたら買って、で東京の自転車持ってない友達の家まで漕いで自転車あげて、そっから電車で帰ろっかなってちょっと迷ってる。自転車3階だね。音が入っててごめん。普通にトイレなんだけど、ドンキ自転車2万くらいした。私の地元のドンキとちょっと違った。でもね、歩いて5分のところに小林商店っていうところがあって、個人経営の自転車屋さんっぽくてなんか安そうじゃない。だからちょっとそこ行って、そこもダメだったら諦めるね。だけど、はい、黒いのも2台3台あるの。その黒いのが3台がリサイクルなんだけど、一番安いやつ。一番安いやつ言うと、このこっちの不審者が一番安いの。これはいくらだったかな。9000円。あ、じゃあそれだ。それ、はい。じゃあそっち移して。え、自転車で東京まで帰れると思います？じゃあ無理だわこんなもん。無理って言われたんだけど買っちゃった。映る？バイバイ。なんかこの先通行禁止で迂回しなきゃいけないらしい。言い忘れてたんだけど、最初323キロスタートね。で今317、頑張ります。次はこの高速に沿ってまっすぐ行くっぽい。聞いて言わせてよ、駆け引きなしって水瀬川らしい。休憩してるんだけど、広大な土地すぎる。気持ちよすぎる。朝のバナナから何も食べてないんだけどさ、めっちゃいいもの見つけた。これどっから入ればいいんだろう。めっちゃ可愛いよね。嘘でしょっていう回り方しちゃった。真逆だった。よいしょ。すごい、めっちゃ可愛い。ちょっと外だけじゃなくて中も可愛すぎるよね。パン一斤買っちゃう。めっちゃ邪魔。公園で今からこのさっき買ったデニッシュを食べようと思う。半分くらいはね、お母さんがパン好きだから残してく。いただきます。まあ今ね、あと287キロ、35キロ自転車漕いだ後のデニッシュ美味しすぎる。人間はご飯を我慢したら最終的に何を食べたくなるのかなと思って、朝あのバナナ食べてから我慢してたの。そしたら初めはステーキとかファミチキとかお肉が食べたくなったんだけど、ここまで食うと甘いもの食べたくなったっていう研究結果。ちょっと疲れたから昼寝してまた頑張る。見づらいけどさ、田舎ラブホ最高じゃない？もうさながらディズニーランドじゃん。あれディズニーランドで歩いてる時に遠くにアラジンのコーナー見えた感じじゃん。でこっち千と千尋。よいしょ。怖い。昼でよかった。真っ暗民家すぎる。怖い。帰りたい。帰りたい。もうかなり無理。体よりちょっと知らない道ずっと過ぎて心が折れた。でももうすぐ愛知脱出して静岡に突入できるっぽいから、そこまでは頑張って近いところに泊まろうかな。グッチー。これはまさかの
こっちに行くらしい。怖い。頑張る。これ iPhone で照らしてるんだけど、照らしてもこれなんだよね。消すとこう。 Google の道選び合ってる？ Google 大丈夫そう？でも静岡にも宿取っちゃったんだよね。取っちゃえば行くかなと思って、だからこの道を行く。これ宿までなんだけどさ、さっきの道間違ってた。引き返せって言われてる。マジで危なかった。これこのまま行ってたらなんかどんどんそれて、何ここ、ここについてたダム何、まあ気づいたからオッケー。なんかこの辺はね、下水場みたい。昼に来たら普通に楽しかったかもね。でっかーってなって、今はマジで怖い。怖いだけ。普通に車も通ってて、お店もあって、コンビニさえある道に戻った。絶対他にもあったろ、さっきのとこ通んなくても。見て、なんか素敵な蔵まであっちゃうよ。何屋さんだろう。炭の匂いする。コーヒーだって。鼻おかしいんだな。ここにね、ラブホがあるから照らされてるんだけど、この先真っ暗な山道っぽいの。なんか山に入っちゃった。向こうも山だし、だからちょっと自転車降りて歩いていくことにする。普通ロードバイクで来るとこだよね。ママチャリだだよ。光たつ握りばかめ、愛しい面影の沈丁下。怖くて歌詞繰り返しちゃう。腰抜けすぎ。自分から来といて。日暮らしの泣く頃にで伝わる。なんか突然駐車場みたいなとこがあって、夜景スポットだ。あ、てか違うわ、さっきあそこに下に私がいたんだ。怖かったけどめっちゃ感動してる。肉眼だとめちゃくちゃ綺麗。私が最も怖いポイント、夜の公園。間違った、夜のトンネル。息に行く、怖いから。怖い怖い怖い。あ、対向車両ありがとう。めっちゃ響く。怖い。峠越えた、峠越えた、峠越えた。私危機管理能力低い方だけど、普通に自分がミスって死ぬか誰かに殺されるかと思った。めっちゃホラーだった。着いた。民宿およ入る。問答無用で。なんか8時以降は無人決済で人と会わずにチェックインできるらしい。ずっと一人だったから会いたいけどね、もはや。ねえ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 、これ脱出ゲーム？出れなくなってるやつ？なんか憩いのスペースあったけど誰も行こってない。お風呂入った。パジャマはなかった。これから寝るっていうのに鮮やかな布団でしょ。で、愛知県を知らぬ間に突破して静岡県に突入。残り249キロ。だいたい75キロくらい来たかな。昨日の歩数2万2000歩。頑張ったよね。営業は足を体現した。で、今日は新幹線沿いから高速沿いに行って、で、名古屋インターチェンジ付近でね、車しか通れない道に差し掛かって手詰まりになっちゃったの。だから若干迂回して、そしたら一般道に出たんだけど、国道1号線をずーっとまっすぐ行かされて、気づいたら山の中に入った。で、あれはね、ため峠っていう夜景スポットだったんだって。行ってる最中にも、土日にサイクリングイベントを開催しますみたいな看板がいくつか出てて、怖い怖いってたけど、あの時間にママチャリで突入して私が悪かった。もう今日は疲れちゃったから、昨日同様 20% オフで買ったイチゴと昨日のプロテインを飲んで寝ます。おやすみ。おはようございます。昨日バカにしていたここ、こんなに気持ちよかったなんて。レイクビューなの？オーシャンビューなの？とにかく気持ちいい。すいません、昨日泊まらせていただいた松永と申します。すいません、お尋ねしたいんですけど、自転車を店の裏かなんかに10日間ほど置いておくのって難しいですかね？ありがとうございます。失礼します。はい、お聞きいただきました。私出発前に翌日東京で仕事があるって言いましたよね。うすうすお気づきの方もいたと思うんですけど、完全な完全に間に合いませんでした。自転車って徒歩の何倍のスピードだと思いますか？そう、3倍。徒歩で3日と6時間なら自転車で1日ってことですよね。
まあ、自転車買う前に調べろって人もいると思うんですけど、私もうすうす気づいてました。気づいてるからしないことってありますよね。以上、人間のエラーでした。バイバイ。ちなみに今いるのは千畑駅。おかえり、チョリちゃん。あ、雪だね。欲しいもんくれた。大好き大好き大好き。なんかこの前の峠みたいなとこまた入っちゃって、もうガチトラウマなんだけど、マジで、よかった。